はい、皆さんこんにちは。今日はラーメン隊さんに来てます。はい、ランチはね、熊本ラーメンと餃子のセットにしました。これ熊本ラーメンです。まあ、豚骨ですね。まあそうですね、スープはまあ煮出したっていうよりもなんかこう作られてるものタレの味って感じがありましたね。でも麺はね、意外とね、ちゃんとした博多っぽいっていうか九州、まあ、博多系のねラーメンっぽい感じでしたね。でキクラゲとニンニクのなんかブランデーですかな、マー油っていうんですかね、マー油なのかな、一応ですね。細麺です。紅生姜入ってます。はい、なんかね、住宅街のね、本当に民家の1階にあるんですよね。面白い作りでした。餃子ですね、これはね。あとなんかプロ野球選手、なんか都立のなんかプロ野球選手、出身のプロ野球選手のサインとかがありました。餃子はそうですね、まあなんか推しのようでしたね。はい、ぜひ皆さんも行ってみてください。以上です。